さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はすでに見えておりますが、DDR5 メモリの検証をやっていきたいと思います。は、DDR5 メモリ。はい、こちらの DDR5 メモリなんですが、昨年11月にインテル第12世代に合わせて発売となったのですが、メモリそのものが高騰なのと、品薄状態が続き、さらに、DDR5 メモリの恩恵をあまり感じられないと、巷で有名となっているメモリになります。で、なんでそんなメモリを今回検証するの？今回このメモリをお借りすることができたので、せっかくなので DDR5 メモリだとどのくらいのことができるのか、試してみようかなと思います。なるほど、どんな結果が出るのか楽しみね。ということでこの検証が役に立ったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編行ってみましょう。それではまず最初に DDR5 メモリについて少しお話をしたいと思います。DDR5 メモリとは、現在主流の DDR4 メモリの後継機にあたるメモリになります。なので、今までの DDR4 メモリよりも、より高速化されたメモリになります。より高速化ってどのくらい高速になったの？簡単に言うと、最大で速度は2倍、容量は4倍になります。それはすごいわね。ただ現状値段も倍ぐらいに跳ね上がってます。ああ。まあでも性能が2倍になるなら値段も上がるのも仕方ない気が。てか開けるの苦戦しすぎ。開けるの下手すぎますね。で、まあ性能が上がった分、値段が上がるのは仕方ない部分もあるんですが、果たしてその効果を実際に感じることができるのかな、ってところで今回検証をしていこうと思います。やっと出てきましたね。ということでこちらが DDR5 メモリになります。これって今までのメモリとなんか違うの？せっかくなので見比べてみましょう。上が DDR5 メモリで下が DDR4 メモリになります。シュラミちゃん違いわかります。パッと見はあんまりわからないかも。DDR5 も DDR4 もピンの数は同じなので、端子の違いはありませんが、一点だけ違いがあります。端子部の切り欠きの位置が異なるんですよね。あ、ほんとだ違うわね。またこちらのメモリにはヒートシンクがついているのでわからないんですが、こちらメモリの中心に PMIC と呼ばれる電圧レグレータチップが DDR5 にはついています。まあヒートシンクがついてないモデルじゃないとわからないんですけどね。では実際に検証機に組んで検証をしていこうと思います。今回はこの DDR5 メモリを全部で4本お借りしたので、2本の場合と4本の場合で差が出るのかも見ていきたいと思います。それでは早速組み立てていきましょう。シュラララ。それでは今回使うマザーボードはこちら。MSI の MAGB660M モルタル Wi-Fi になります。こちらは先月2月に発売された B660 シリーズのマザーボードで、マイクロ ATX サイズのマザーボードとなります。12+1+1フェーズ 60Ah SPS の強力な電源回路を搭載し、シルバーが貴重のマザーボードになります。これ、白いパソコンとかに合いそうなカラーなんですよね。基板部分は確かに黒いけど、ヒートシンクとかのシルバーが確かに白いパソコンには合いそうね。ではこちらを今回は長尾製作所のオープンフレームに取り付けていきます。では次に CPU を取り付けるためにソケットカバーを開けます。今回はどんな CPU 使うの？はい、今回は、ちょっと反射で見にくいんですが、インテル12世代 CPU、Core i5-10004000 を使用していきます。こちらは6コア12スレッドでクロックが 2.5 から 4.4 ギガヘルツまで出る、ミドルスペックとしてはかなり良い CPU となります。また今回は i9-10900K も比較としてやっていこうと思います。では続いてメモリを挿していきます。今回使うメモリは、キングストンジューリービースト DDR5-16GB×2枚の 32GB キットのものになります。こちらは最大で 6000MHz まで出るメモリとなっております。今回はこちらを2枚で 4800MHz と 5200MHz、4枚で 4000MHz と 4800MHz でそれぞれ検証をしていこうと思います。2枚と4枚で性能が変わるのかしらね。その辺も気になりますよね。電源は MSI の MPGA850GF を使っていきます。今回はグラボを使わないので、ケーブルは電源と CPU 補助電源だけで足りるので楽ですね。グリスは SMZ1R を使っていきます。クーラーはアサシン3を使います。出た空冷最強クーラー。ちなみにアサシン3だとヒートシンクにギリギリファンがつかないくらいでした。気になる方は少しファンを上げた方がいいかもしれません。ということで完成したのがこちらになります。では電源を入れてみましょう。
こちらが BIOS 画面となります。しっかりと Core i5-12400 とメモリが 32GB で認識されていますね。さてシュラミちゃん。何？さっき DDR5 メモリの速度の話をしたんだけど、DDR4 に比べて速度がどのくらい速くなったって言ったか覚えてる？確か、2倍。ですです。で、この DDR5 なんですが、ちょっとした罠がありまして、今メモリ2枚のデフォルトで 4800MHz に設定されているんですが、こちらをご覧ください。こちらはインテルが公表してるサポートの表なんですが、DDR5-4800MHz に対応してるのって、この一番下の2項目だけなんですよね。で、この下2つっていうのが、もともとマザーボードにメモリが2枚しかさせないものだけって仕様らしく、今回のマザーボードで言えば、真ん中の2つが対応量となっております。で、さらに4スロットあるところにメモリを4本挿すと、さらに速度が低下してしまうという仕様らしいです。メモリを埋めたら本当は速度が出せるのに、本来の速度が出せないってこと？そういうことなんです。ただ今回お借りしている MSI のマザーボードは、メモリスロットが4スロットあるんですが、2枚だと 4800MHz、4枚だと 4000MHz がデフォルトで出るようになってるみたいです。さらにその上の速度は XMP などを使えば速度が出るようになってるみたいです。で、もうちょっとだけ説明が続くんですが、こちらはメモリコントローラーと呼ばれる部分で、ギア1はメモリクロックイコールメモリの速度でギア2はメモリクロックイコールメモリの速度半分、となっています。で、今までの DDR4 は、このギア1でメモリが動作してたんですが、今回の DDR5 からはギア2からしか動作しません。なので、4800MHz とか 5200MHz で記載上は動いているんですが、今までの感覚で言えば、速度はその半分なので、DDR5 の 4800MHz は 2400MHz、DDR5 の 5200MHz は 2600MHz ということになります。あれ、メモリ速度が上がったのにパソコンとしては速度が落ちてるってこと？まあ、そういうことですね。そこら辺もどんなものなのか実際に見ていきたいと思います。それではベンチマークと行ってみましょう。シュララ。シネベンチ R23。それではまずはシネベンチ R23 からやってみましょう。こちらはメモリ自体はそこまで影響はないかと思いますが、一応2枚、4枚それぞれの速度で出してみました。結果はこちら。こう見るとシングルはほとんど差がなかったんですが、マルチは2枚差しの方が結果が良かったので、もしかしたらメモリの影響が少しはあるかもしれませんね。i9 の結果はこちら。i9 の方は2枚の 4800MHz が一番低い結果となり、あとはそこまで大きな差はなかったかなと思います。2つの CPU を並べてみるとこんな感じでした。シネベンチは主に CPU 性能に依存するので、DDR5 メモリの速度等を変えてもあまり大きな差はありませんでしたね。では続いていってみましょう。ファイナルファンタジー14。定番のゲーム系ベンチもやってみました。今回は内蔵グラフィックだったのでフル HD の標準品質でやってみました。結果はこちら。この FF14 ベンチマークはメモリ性能の影響が大きく出るって話だったので、差が出るかと思ったのですが、スコアと平均 FPS だけで言えばほぼ誤差レベルかなといった感じになりました。まあ4枚差しの 4800MHz が一番スコアが高かったので誤差レベルではありますが一応恩恵があったのかなと。こちらも i9-12900K で試してみたので、そちらの結果も見てみましょう。もともと内蔵グラフィックの性能が i5 と違うのでスコア的には全体的に上がっています。で、メモリによる影響なんですが、i9 の方は2枚でも4枚でも速度が速い方が、スコアと平均 FPS は高い結果となりましたね。ブラボ使ったらもっと差が出るのかな？かもしれませんね。では次行ってみましょう。ファイナルファンタジー15。こちらもやってみました。設定はフル HD の軽量品質で行いました。軽量品質とはいえ、内蔵グラフィックで動くのは結構すごいと毎回思ってしまいます。じゃあ、気をつけてね。ではオーライお姉ちゃんも出発したので結果を見てみましょう。結果はこちらも誤差レベルでした。平均 FPS に至っては、14だったのでおそらく FF15 をゲームするには難しそうですね。こちらも i9-12900K での結果を見てみましょう。こちらはあまりメモリの影響が大きくないのかなとも思いますが、i5 でも i9 でも一番速度が低い 4000MHz が一番スコアが悪いので、ここら辺は速度の差が出てるのかなって思いました。
あんまりゲーム系ベンチってメモリの影響を受けないのかな。今回はグラボを使わずにやっているので、内蔵グラフィックの方が限界に近いってのもあるかもですね。では次は内蔵グラフィックでも遊べるゲームを試してみましょう。シュラララフォートナイト。続いてはフォートナイトをやってみました。設定はフル HD で 3D 解像度と描写距離をマックスのパフォーマンスモードでやってみました。地面に降り立ったところで FPS の測定を始め、約10分間走ったり戦ったりした平均を出してみました。ということで結果はこちら。 i5-10400 はどれもギリギリ平均 60fps ぐらいは出てる感じで、メモリによる差はなさそうですね。続いて i9 の結果はこちら。 i9 はどれも平均 FPS が60を超えているので遊べるとは思いますが、2枚差しで 5200MHz が一番スコアが良かったので、このぐらいになると FPS の差が出てくるのかもしれませんね。内蔵グラフィックでもこんなに FPS が出るフォートナイトもすごいけどね。では次行ってみましょう。あれ、これって、はい、こちらは私が普段使ってる YMM という動画作成ソフトになります。今回はこちらを使ってエンコードにかかる時間差を見ていこうかと思います。試してみたのは、約10分のフル HD 動画と、約5分の 4K 動画をそれぞれエンコードした時間になります。メモリでエンコードの時間差って出るのかしら？では結果を見てみましょう。ここでようやくメモリの差が出た感じですね。i5-10400 の場合、一番エンコードにかかる時間が短かったのは、4枚差しの 4800MHz でした。逆に4枚の 4000MHz はフル HD では2番の速度でしたが、4K の時は一番遅い結果となりました。なんでだろう。では i9 での結果も見てみましょう。こちらはフル HD では2枚の 5200MHz が一番速く、4K では4枚 4800MHz が一番速かったです。やはり動画のエンコード等のクリエイティブな使い方になるとメモリの影響って結構あるのかもしれませんね。確かにメモリの本数を変えたり、速度を変えるだけでこんなに変わるってのも面白いわね。ですね。シュラララ。はい、ということで今回は、DDR5 メモリをいろいろと検証してみた動画でした。今回はグラボを使わずに内蔵グラフィックだけだったので、グラボを使ったらまた違った答えが出たかもしれませんね。速度や容量が大きくなったけど、まだまだいろいろとありそうね。まあまだ出たばかりっていうのと、これから徐々にこの DDR5 に対応したソフトなども出てくると思いますし、またこれから先は徐々に DDR5 環境に変わっていくと思うので、今回はあくまで現状よく使う範囲のもので検証してみたって感じですね。まあ確かにこれからまた色々と変わってくるかもしれないしね。ということで本日はここまで。もしこのメモリ検証動画が参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。